今回はこちらのね、はい、あら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 お前マジで後で裏こいやばくない？お疲れ様でーす。そうです。ちょっと待った。ないないない。増えてんな。ないの？増えてんな。え、そうか。ちょっとまあちょっと確かにいいんだ。ボケはボケはいいんだ。ボケはいいんだ。いや減ったかもしれないたくさんあげてるからじゃ。はい、そうっす。違う違う、左手に、あかん、あー何噛んでますよ噛んでますよ左手につけてるものはなんすか？あ、アップルウォッチなんですよ。すみません、アップルウォッチ持っててください。すみませんね。はい、行こう。クソがこれ違うよ、グローブだよ、グローブ。グローブ何？なんか増えてんじゃんって。あ、この度ね、翔平ね、完全に外野に転向しました。イチローさんのね、動画見ちゃって、パワースピのね。はいはい。あ、外野やりてえなやっぱみたいな。しかもこれね、まあ俺結構凝る人なんで、こちらワッペのあの公式を、ちょっと後ろからちょっと見てよ、俺の送球見て。肩抜ける。俺が抜けそうだった。いいね。いや、ぜひともピッチャーやってもらいたいけどねまあまあ、まあ、外野用ってところもなんだけど、とりあえず増えてるところに対して。いや、これね、最新のやつなんですよ。はいはいはい。ワッペ最新のグローブで、はい、最新の春夏モデルのワッペさんのグローブで、うんうん、特徴がこの開き、こう見るとかかな、これがね、こういう形状になってるの。親指が小指より前に、うん、結局さ、使ってるとさ、こう使うと最終的にこうなっていくんですよ。まあね、どうしても人間の手の力の入れ方的にね、そう、長く使うとだんだん浅くなっていくんですよね。はいはいはい。それをなくそうっていうので、西島さんがですね、こちらの小指の前にまあ閉じれるようなこういうグローブを発明しまして、はいはいはい、でこれが、まあ、こうなってれば長く使っても多少は こうなるんじゃないかと、うんうんうん、すぐにはこう浅くならないよっていう、はい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 、そういうグローブになってまして、長く使えるグラブ、はい、そう、ブラックとブラウンがありまして、はいはいはい、僕はブラウンを選びました。おー、しかも公式押す。いい音鳴るね。すごいよ、この音がすごい。とにかくいいミットでしょ、いやグローブなあ、これミット、あ、グローブだこれ。外野用グローブだった。ピッチャーナイスボール。グローブな、やばくない？なんかね、爆音でしょ。キャッチャーのこっち側がねちょっと嫌な気持ちになるねいい音すぎて。うん、そうだよね、めちゃめちゃいいんですよ。それはじゃあグランドペガサストップってこと？これはですね、グランドペガサス、はいはいはい、でカラーリングがさっき言った通りブラウンと紐がキャメル系ですね、はい、まあ、だから同系色って言ったらいいの。一応そうっす。やばくない？ちょっとやってみる。取るだけ取ってみ。ちょっといい球あげて、いい球。ダメだ、俺外野用、外野用全然使えない。下手か。ダメだ、俺外野用無理。ちょっと土手で取る雰囲気、イメージで。そうね、全部ウェブで取っちゃってるよね。あ、待った。こいつ、こいつお前あれ、大道芸人かな失敗しちゃった大道芸人みたいじゃん。失敗せんけど大道芸人さいやちょっと待って、俺一緒外野はやらん。お前ダメだな、変われもダメだ。首、外野は無理。でも、撮っててすっげえ思ったのは長い。そう、長い、でかい。サイズ15。はいはい、多分一番でかいんだろうね。多分そうだな。やばくない？これね、めちゃめちゃいい。なんかさ、感覚がちょっとファーストミットっぽい。多分ここが長いからだと思うんだけど、親指のところが。なんかファーストミットのような気持ちで取ってる気がする。あー、ほら、良くない？はいはいはい。すごく。もう一回チャンスあげる。もう一回チャンスあげるから、やってもらっていいですか？これの内野を持ってきて、ちょっと。ちょっと、もっ感じてほしいんだよ、俺は。無理だな。
どうやって取りに行く？こうやってパンっていって、グッて。ああ、マジ！上向きじゃねえと音なんねえだろうや。腹食らうかと思った。おーやばくない？これやばくない？なるほどね、やばくない？なるほどね、これやばくない？ここだね、ここ。そう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 、あのここでずっと多分撮っちゃってたから今まで。そうだよ、ここで撮ればいいのね。そこだよ、ちょいウェブした、ほんのちょいウェブした。そうそうそう、やばくなかった今。いや今のはやばかった。で、多分今まで俺の撮り方が悪かったから全部フィッてウェブずれちゃってたけど、今のとこで撮ると全く動かん。えげつない音したで、これ。音だけじゃない、撮ってて気持ちいいし、うん、本当に掴んだら、ちょっとやっちゃった、掴んだら離さない今結構振って撮ったんですよ、わざと。わざと振って撮ったけど、うん、多分最初ここで撮ってたから全然、うん、動かなかったでしょ。うん、ザ・ガイアよって感じ。そう、ほんと掴んだらマジ、これが真のね、掴んだら離さないグラブっすやばくないこれ。革質的にはどんな感じなの？これね、和牛なんですよ。おお、和牛って書いてあります、ほら。和牛レザー、はい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 、なんかちょっとおしゃれな字体で。そう、アルファベットの和牛っすね。やばくない？すごい、この公式はすごい。あの軟式ですよ、ボールは。うんうん、けどめちゃめちゃいい音する。あ、ごめんなさい、すいません、すいません。多分今のが多分ウェブ先だったでしょ。そうだね、で小指なしね、小指のパカパカな感じ。はいはいはい、それが小指は独立？それとも独立、独立、独立。ああ、なるほど。独立。ちなみにこれ背面紐同士というね、はいはいはい、やつなんですけど、はい、でこのウェブ多分イチローさんと同じような感じですか？イメージは。まあ違うけど。違う？あ、違う？あ、違ったの。ちょっとで、ね。この網は。あ、まあ、あのウェブの網目っていう意味はあれだけど。ここが違う？そう、イチローさんのはここは多分普通の T 字のはず。あ、T 字カムチャルのような感じ。あ、なるほどね。うん。分かれてないと。そう、どちらかというと、青木宣親選手がスラッカーだから一時ヤクル第1次ヤクルト時の時に使ってたウェブに近い。なるほど、編み込みが入ってる。なるほどね、ウェブの中に。ちなみにこの片付けとあるね、あのモンモン、おおすげえモンタナの新入社員がね、片付けしました。ゴリスポ君ですね。ゴリスポですね、はい。彼が片を作ってくれました。それはじゃあスチーム片付け。そうですね、スチーム、スチーム1回しかやってないから確か。さすが、すごい。はい、ということで今回は、こちらのね、はい、あら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 あね、新しいグラブですね。ワールドペガサスさんの、はい、新しいグローブ、ガイア賞グローブね、はい、はい、お値段59,400円の、はい、めちゃめちゃ音がもう銃声のような音がする、うん、素晴らしいグローブでした。はい、はい、今後ね使ってまいりますので、ぜひともこちらチェックよろしくお願いします。リンクも貼っておきますのでね、購入リンクも貼っておきますので、はい、チェックよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、というわけで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。グローブ出してくれ。はい、OK。 チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょー、よーし、 OKOKOK、 そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。